やめて、ダメ。こんばんは、だってこんばんは。みんなこんばんは。おいしょ。見えてますか？みんな見えてますか？今ね、カレーを作ってるんです。カレーを茹でてる、なんて言えばいいの、カレーをあれしてて、なんて言えばいいの、カレーを沸騰って言えばいいんかな、してるんですよ。なんて言えばいいの、あ、そう、煮込んでる、煮込んでて、あ、やばい、マロンがうるさくなった。今作ってます。あ、違う、もうカレーのルーはできて、ご飯を作ってるの今。ルーが先にできちゃって、ご飯が後にできちゃったんですけど、お腹すいた。みのちゃん、ヤッホーだって、ヤッホー。めちゃくちゃお腹すいた。美味しいかったらって、まだ食べてないのよ、それが。今からよ。でもご飯があと何分だったかな、結構まだまだ先だったから、もうちょっとしないと食べないんですけど。お腹すいた。でももうお風呂も入ったしさ。ゆのちゃん、久々な気がする。だって本当、確かに。あれ、ゆの、昨日ショールーム行ったっけ。うるさいよ、まこたん。ねえ、カレーのさ、今日カレーを作って思ったんだけど、カレーに入れるお肉って、鶏肉派か牛肉派か、豚バラ、豚こまみたいな、何派ですか？え、何派？これのは今回何派？めっちゃ迷って、カレー作る前に、うわ、何にしようと思って。で、お母さんが作る時、結構豚バラを入れてくれるんですよ。豚バラの分厚いやつとかを入れてくれるんだけど、と思って、何があるんだろうと思って。豚ハラって、それは豚バラを買うの、豚こま切れみたいなやつを買って、でそれをするのかな。鶏肉だって。そう、お母さんは鶏肉か豚バラだったんですけど、牛肉払って。ちなみに、りのちゃんは今日牛肉にしました。牛肉にしたよ。なんか牛肉で初めて作ったんだけど、あれだね、なんかビーフシチューみたいになってきよ。ビーフシチューじゃないや、ハヤシライスみたいな感じになった。え、なんかさ、ハヤシライスって牛肉じゃない？わかる？
ひき肉を入れた方がいいです。だってひき肉ってハンバーグに使うやつよね。鶏肉かも。だってなんかさ、今回牛肉で作ってみたんですけど、スーパーに行ってさ、お肉選ぶところから自分でやってさ、うーんと思ったんだけど、ね、めっちゃ赤身の肉が食べたいと思うんでだから牛肉を買ってきて入れました。そう、うるさい、うるさいってみんなに言われちゃうよ。また会うじゃないよ、みんなに言われて出てけって言われたらどうする。まこたん出てけって言われたら、え、いの今日牛肉の細切れを使ったんだけど、それって違うのかな、カレーじゃないのかな、なんかよくわかんなくてさなんか入れてしまったんだけど、何が正解だったんだろうね。なんか牛肉の細切れみたいなやつ、うるさーい。あっと使いました。合ってる？可愛いから許した。って許してくれる人もいるけど、うるさい。使ってみたら、なんか何が使うのか分かんなくて、もう美味しければいいかって。でもな、家庭のさ、これで味が出るじゃん、こういうのってやり方とか、なんか親のさ、もんとか。とりあえずなんか赤身の肉が食べたかったから。え、でも人参は入れなかった。じゃがいもと玉ねぎだけ。なんだよもう。よいしょ。いや、なんか本当レトルトのさ、無印のやつにしようかなと思ったんだけど、なんか作ってみようかなとか思ってしまって。でも最近は食べたいと思ったものを作れるようになってやっぱ腹筋、お腹痛い。昨日かな、そうでね、それでね、何だったっけ、あ、そう、なんかだから人参は別にいらないかなと思ったから、人参は今回入れなかったし、だからその分ちょっとじゃがいもを入れたりとか玉ねぎ入れたりとかしてみたんですけど、そうそう、なんか食べたいって、あ、今日なんかこの気分で食べたいなと思ったものをさ、なんか作れたことが今日嬉しくって、今日は午前中は学校に行ってきて、で帰ってきて、そのままジムに行って運動をして、家帰ってきて、まあし、なんかやることやってました。寂しいだけの関係。食べたいものを作りすぎてブクブクしてます。だって、あ、太っちゃったのね。なるほど、したらあれだね、よくないね。君のせいで、誰のせいでもない、アンサー。思ったより多めにやった方がいいよ。だってもう玉ねぎ作っちゃった、もう玉ねぎ入れちゃって、もうカレーのルーできちゃったのよ、できちゃったのよ。誰のせいでもない、あさ。ねえ、ご飯ってさ、早炊きにするかさ、あの普通にするかって、なんでさあれなのかな、あのやっぱ早炊きにした方が美味しいのかな。いや、今日はね、普通のね、時間があってね、そんなに急がなくてもいいやと思ったから普通のやつにしたんだけど、本当はさ、もううるさいよ、あの本当は普通のさや
つの方が味変わるのかなとか思って分からなかったんだけど、夢にのちゃんがよく出てきますって。え、夢見ないんだよね。早送りカレンダーの夢見てたら福岡の街並みが懐かしすぎてだって。早く帰ってきて。鍋でご飯を炊きますだって。なんですごくない？キャンプみたいだね。そんな鍋ってさ、お鍋するやつでかいよ、うち結構。どうやって炊くの？やってみたい。うるさーい。カレーにトウモロコシが入ると食感がいいだって。入れたことないかも。炊飯器あるのに一回も使ったことありませんだって。でもさ、時間はいつもと一緒の時間で鍋で炊けばいいの？まこたんが来ました。かわいい。やっと膝に乗ってくれた。土鍋でも金属の鍋でも普通の鍋でも OK だって。やったことない。うちは炊飯器で炊きます、いつも。やめて。でもカレーとか食べるの久々かも。お腹すいた。だって今日まともにご飯を食べてなくて、朝起きて食べてなくて、お昼にオレンジジュースを飲んで食べてないもん。食べてない。かわいい。かわいいよ。あれ、もうやることがかわいくて雨息が出ちゃう。甘口ですからって。私は中辛くらいが好きです。甘いのよりも辛いの方が好きです。朝は食べた方がいいよ。朝食べます？朝ごはん。今最近は昼と夜を、昼と朝を一緒にして2食にする生活にしてて、意外と良くて。そうそう、お腹は空くけど、でもなんかちょうどいい感じの一日のご飯の食事とかがいい感じなんですね。だから最近はなんか昼と朝を一緒に、朝は飲んでもオレンジジュースくらい飲んで、朝と昼一緒にする頃とかが多いかも。本当は朝ごはん食べても元気出るとかって言うけどさ、なんか最近はあんま食べてないです。あとはなんかめっちゃ朝ごはん食べたい時はもうなんか、もうなんかそう楽しみになる朝ごはんを買っていくかも。買っといて、例えば明日の朝メロンパンだと思ったらメロンパンのために起きれるしとか、そういう時は朝ごはんとか食べるけど、基本的には食べないかもしれない。本当は食べたいんですけど。パンを頬張ってるようだって。そう、でもね、なんか食べた方がいいらしいよ本当は。だけどって感じかな。最近はあんま食べないかも。吉田さんありがとう。佐藤もありがとう。じゅんちゃんもありがとう。プリマハタチさんありがとうございます。西野七海さんもありがとう。トマさんもクマありがとう。ヤスさんも、あ、ご飯が炊けた、ありがとう。佐藤も
ありがとう。え、お腹空いたんだけど食べちゃおうかな。ちょうど今聞こえたご飯の炊きましたの音。でれれ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 。え、そして15分も経った。ありがとう。お腹が空いた。お腹、夜ご飯食べちゃおうかな、このまま今ついできて。おめでとう。だっておめでとう。三です。耳。みんなの記憶に残りたい。ありがとう。おめでとう。だってありがとう。でもさ、リナがしばらく消えちゃうよ。今カレー温めた方がいいかな。さっきできたから温めなくていいか。もうお腹が空いたよ。ちょっとカレーを食べたいと思います。お腹すいた。めちゃくちゃ美味しそう。やばいよ、美味しそうだよ。お腹すいた。じゃーん。作りました。ご飯も自分で炊いたし、カレーも野菜も自分で材料作ってきて。けどね、あれなのよ、1日目のカレーが好きで。そうだから今日いっぱい食べたいのよ。じゃーん、ニノがカレーを作りました。今日の夜ご飯、
めちゃくちゃ美味しそうなんですけど。ねえ、美味しそうにできたんだけど。お行儀は悪いかもしれないですけど、ベッドでいただきますね。いただきます。ねえ、いただきます。美味しそう。いただきます。のが自分で作りました。でもね、すぐできたよ。1日目が美味しい。だってみんな何日目が好き？これ分かれるよね。2日目とかの人も好きな人がいるし。やばい、美味しい。ねえ、でももうちょっとサラサラした方が好きだけど。美味しいよ。2日目だって。あ、そうなんだ。昨日1日目派なんだよね。1日目で、あの2日目とかに、あのなんかあれするんだ、ドリアンにしてみたいとか、なんかうどんにつけてみたいとかするの好きです。うん、ふん、おいしい、おいしい。なんか胃が喜んでる。出来たてだって。今出来たてが好きだから、今が一番のカレーが一番好き。わっ、大丈夫？まこだ。びっくりしたね、今ね、転んじゃったね。え、みんなでご飯食べてないの？今はね、カレーが食べたくなりました。だって食べたくなるよね。犬もたまにもうめっちゃ食べたくなって、その時はココイチに行きます。うん、ねえ、おいしい。レトルトカレーを食べました。って無印のやつが美味しいよ。マジで美味しい。なんかお肉とかも美味しい。あれ食べてないです。だってうん、うん、これもカレーだって。カレーでした。だってフルキャパのキャになっちゃった。フルキャパのキャ見たらキャレーって言っちゃった。美味しいよ。今日はマクドナルド、マックか。でもリノも昼一回マックすごい食べたくなって、わ、マック食べようかなと思ったけどやめちゃった。うん、うん、なんか自分で作ったもの美味しいっていうの、なんかえ、大丈夫そうと思われるかもしれないけど、めちゃくちゃ美味しい。しかもリノ混ぜただけだし。え、なんか本当に美味しい。ご飯を今日食べてなかったからかな。めちゃくちゃ美味しい。昼にシェイキーズでピザを食べ放題したら、みんなもシェイキーズめちゃくちゃ行きたくて、うん、美味しい。まだ8時半か。なんかマック食べてる人いっぱいいるんだけど、やっぱマックはすごいね。みんな食べてんね。ショールームさ、1日1回配信したらさ、絶対1人はマック食べてる人いるもん。
2人くらいはいると思う。そう絶対いる。誰かしらマック食べてる、コメントする人。やっぱすごいよねマックって。それだけみんなさあマックにしようと思うんだよ。うんうん、なんか美味しい。たまに公園帰りにさマックがどうしても食べたくなってさ、食べるときあんのね。でも食べるときは美味しいんだけど、終わってからあーマック食べてしまったと思う。なんか昼だったらいいんですけど、あー夜に食べてしまったって夜中にめっちゃなるけど、まあ美味しいからいいかってなる。うん、確かにフィレオフィッシュにしてるんだ。あのそういう時にあげダブルチーズバーガーとか食べちゃうからさ、あーってなる。でもその時は食べたくて食べるんですけど、お家にさ帰る途中とかさ、うん、あーなんか食べちゃったなってなる。しかもね美味しいのよこの時間食べるマックは。なおさらね、だから。罪悪感あるよね、だってあるよね。この音嫌いな人多いかも、ごめんなさい。完食でーす。はぁ、美味しかった。幸せ頑張って作ってよかった。今日は誕生日だよ、だってしーちゃんおめでとう。ハッピーバースデーしーちゃん、ハッピーバースデーしーちゃん、しーちゃんおめでとう。早くまた会いたいね。オンラインでもまた始まったらお話ししようね。しーちゃんおめでとう。りのと素敵な一年にしましょう。ラブおめでとう、だって今日はしーちゃんの誕生日です。そう、しちゃんは中国のファンの方にすごくリノのことをいっぱい広めてくれてて、優しい方なんです。そうなの、いっぱいねなんか宣伝っていうかねしてくれててね、こう広げようとしてくれてて、だから中国のファンの方とかがすごい増えたんですよ。しちゃんのおかげだね、ありがとう。
ありがとう、だっておめでとう。佐藤もありがとう。しちゃんかわいい、ありがとう。しちゃんもかわいいよ。あいりパパうまだって、そう美味しかったのかね、美味しかった、ありがとう。吉田さんもありがとう。じゅんちゃんもありがとう。プリマハタチさんもありがとう。ぷやん、西野みなみさんもありがとう。よしひろさんありがくま。カレー作りに来て、だって。どうしよっかな。なんかさ、カレーの写真撮ったけどさ、なんか美味しそうじゃなくない？見て、なんか美味しそうじゃないよね。なんでこれ写真撮るセンスがない？なんかさ、見える？なんか美味しそうじゃないよね。いや、ストーリー載せようかなと思ったのよ、めっちゃ。だけどなんか、うーんと思ってしまった。うーん、どうしようかな、載せようかな。いのの夜ご飯だよって思ったけどさ、あ、こっちの写真の方がまだいいかも。見て、どう、ちょっといいかな、なんか、あ、こうか、まだ、あ、鮮やか。あ、そうね、今インスタグラム開いて思い出した、今日はなんと西スポさんのあの日ですよ。西スポさんの発売日です。なので皆さん、華やかさが欲しいんですって。読みましたか？10月のことを振り返ったので、でもハズさんとビビさんが卒業ってことだったので、その2人 の、 あの最後の西スポって言ってたから、あのお二人のね、そのなんかいろんなね、あのお話とかも聞けたりしたので、皆さんもぜひ読んでください。ひろちゃん2度目の西スポだったらしくって。そうなんです、もう2回目の西スポの時には後輩さんが横にはいてね、そういっぱいね、レイヤちゃんがさ、ずっとこんな感じだったから喋れますようにと思っていっぱい話しかけたんですけど、ぜひぜひ読んでください。ありがとう、じゅんちゃん、さとも、ありがとう。だからその新聞でもうゲットしましたって方もいてびっくりしちゃった。すごいチェックがお早いと思って、お早いです。で40分だったら終わりにしようかな。すごいね、今リノショールームアワードの写真かっこいいね、今知ったけど。そう、なんかサムネが変わったみたいで、さあなんか最近さ、坂本いのって今調べたらさ、こんな感じ出てくる、わー出てくる写真がさ、
すごくてさ、びっくりびっくり。トマさん、たこ焼きありがとう。今年はライブたくさんですし、確かにそう、ライブが多いですね。だって今月末も2回あるのでドキドキだ。そう、ショールームアワードね、なんかな、今選ばれてるのでね、なんかかっこいい背景とともに過ごしてます。いつまでなんだろうね、わかんないけどさ、なんか自分じゃないみたいで、なんか変な感じ。はあ、いっぱい食べた。どんな瀬戸りなのか楽しみにして、2日間もあるからさ、あれだけど、もう来週なのかな。え、来週が周年、もしかしてって考えたらやばいよね。来週じゃんね、早いね。ひのちゃん起きてだってなのでね、来週はね、周年だからね、バタバタしてそんなにショールームもできないかもしんないけど、楽しみだな。時々考えてしまうんだ。そうね、来週はリハ期間です。でも23日公演があるみたいで、そうあるから、しかも久々の H の通常公演だからなおさら楽しみ。好きなんだと言ったらどうなっちゃうのか。もう40分なっちゃった、終わりにしようかな。ではランキングを見たいと思います。13位がまっちゃん、はじめまして。13位がシュータン、11位がカオタケさん、10位がナツさん、9位がナツキくん、8位がアイリューパパ、7位がミンリン、6位がヤスさん、5位がサットン、4位がシちゃん、おめでとう。3位がヨシヒロさん、久しぶり。2位がドマさん、1位がニシプーでした。こんなにランキングですぐ読み終わるもんだったっけ。ありがとうございます、みんなありがとう。めっちゃすぐ終わったんだけど、全員13人読みました。ありのステージの上の方、今日はカレーを食べる配信でした。今度は料理をする配信をしたいですね、ゆっくりね。はい、ではまたね。時々考えてしまうんだ。おやすみなさい。だとおやすみ、また明日。好きなんだと言ったらどうなっちゃうのかな。すごい、ニシプーがリノのアバターを持っている。1位だから、すごい。バイバーイ、おやすみなさーい、またねー。